戸目にある白糸銀山の8階にあるスペイン料理パイドーに来てます。ちょっとおしゃれなね、吹き抜きのある、景色もいい、料理も美味しそう。一応パエリアがなんかおすすめのお店だそうです。美味しそうでしょ、パエリアね。あ、こっちがパエリアあ、これスペインオムレスですね。いろいろあるみたいですね。パエージャ、パエージャってパエリアのことですね。まあ、これ昼のランチですけどね。結構美味しそうです。まあ、スペイン料理はこういう、ワイン系がね合いますよね。まあ、これはパエリアの会場。ここはまあカウンターですけど、まあ、やるとしたらこの、まあ、おしゃれなお店ですけどね。まあ、個人で来る方はこういったソファー席とかいると思います。あちら側のカウンター席も、ね、あるみたいです。まあ、もしやるとしたらこの辺のお店、席ですね。ちょっと明るくて見づらいですけど、ちょっとあの吹き抜けの天井があって、あ、すごいおしゃれな開放感のある店です。ちょっとあのクリスマスやるか、あるいは11月ぐらいにやるかはちょっとまだ、はっきり、していませんけども、まあ、個人的にはこういうとこね、いいと思います。ぜひ皆さんもね、今年はまだ、スペイン料理メインではやっておりませんので、皆さんもお越しをね、お待ちしております。おしゃれグルメ会の石井でした。